嬉しいと思う。一緒にこんな会で行きます。まさにありがとうございました。2月25日、大竹高校の生徒による初めての販売実習がありました。この日だけの特別なお店となったのは、スペイン通りのシルバー人材センター交流サロンです。商業分野の科目を学んでいる生徒や、販売に興味のある生徒、合わせて12名が参加。生徒たちが接客やレジ打ち、お客さんの呼び込みなどを行いました。販売実習は商品販売の実践力を養うとともに、真剣に取り組む生徒たちの様子を地域の人に見てもらいたいと大竹高校が企画しました。バガを一つ、五穀花輪と商品は全16点。広島県立商業高校の広商イケメンや、島根県立沖水産高校のマグロの油漬け缶詰など、中国地方の高校生が開発や生産に携わった商品を集めました。こちらのジュースは世羅高校が作ったさらっとしたなしのランニングウォーターとなっております。世羅高校は駅伝に有名なので、ランニングウォーターを作ってみようという提案が出たそうです。ホットプレイス夢の架け橋と題して行われたこの販売実習、お客さんとの交流を通した地域の活性化も狙いの一つです。お店にはたくさんのお客さんが訪れました。息子が受験生で、今度大竹高校を受験しようと思ってて、どんな活動をしているのかをちょっとこうホームページ見たら、たまたま販売実習ってあったので、子どもの士気を高めるためにもちょっと今日は来ました。はい、で広島県と島根県のコラボなので、広島ねじゃん。いい名前ですね。いい名前だね。外で学習することはですね、非常にいいことだと思いますし、いい顔をしとるという、それが非常に印象に残りました。ありがとうございました。実習に取り組む娘さんの様子を見に来た保護者の姿もありました。娘が今そっちでやってる。娘さん、まあ、こういったところでなんかこういうことをして社会勉強してもらったらいいなと思います。はい、この日は予想を上回る売れ行きで、お昼前にはほとんどの商品が売り切れになりました。嬉しい結果を受けて生徒たちも充実した様子でした。こんなに早く売れるとは思ってなかったので、すごい嬉しいです。嬉しいですね、やっぱり、はい、どんどん売れていったら、はい、こうやってお店を出して、お金に触れるっていうのは学校ではできないことだし、すごくいい経験になりました。大成功に終わった大竹高校の販売実習、今後地域の人たちが触れ合えるような場の提供につなげていきたいということです。